Wow.餌の効果はどうだった？ライザか。ダメだな。小魚一匹かからない。一体どうなってやがんだ？本当にもらった薪は前のより強力なのか？そのはずなんだけど、それでもダメってことは潮目がどうこうじゃなく、本当に魚が減ってる？ブツブツ言ってねえで、なんとかしてくれよ。錬金術ってもっと他になんかできねえのか？勝手ばっか言うなよ。あんたたちのためにライザは餌を作ってやってんだろ。それに強力な餌を使っても魚がかからないのはやっぱり外界の魔物が。またそれか。いい加減聞き飽きちまったよ。じゃあな、俺たちは後のことを考えなきゃなんね。あんな言い方しなくても。生活が追い詰められてるってのもあるんだろうけど、それにしたってね。竜退治してもまだこんな扱いかよ、クソ。村の連中にとって、私たちはいつまで経ってもその辺をうろついてる子供なのかな。What is going on, guys? My name is Raspi, and welcome back to Atalia Ryza, Ever Darkness and the Secret Hideout. As you can see, we were immediately just jumping into it. We're going to go ahead and return to the Atalia. I've been grinding a lot off screen. I forgot that my mic was muted, so I'm doing my intro twice. Anyway, let's go. So, in that way, nobody was listening to me. Well.大人の方が目先のことしか見ていないってのはよくあることだ。お前たちの強さを目の当たりにした守り手たちにいい噂を広めさせてから、もったいつけて依頼を受ける。評判が自然と高まるのを期待しているお前たちは、まだまだ不満に思っている通りの子供ってわけだ。さて、無駄話はこれくらいにして、私からも一つお前に頼みがある。中心人物というと？簡単に言えばお偉いさん方だな。はず。なるほど。一応コローにも声をかけてみるけど、やっぱり実力者ってことならモリッツさんかな。モリッツ・ブルネン氏、水源を握る村の顔役か。熱心だが強引な人らしいな。そうそう、何かと言っちゃ威張るんだよね。なんでわざわざモリッツさんと話したいの？門の調査にそろそろ拉致を開けようと思ってな。立場のある人間から遺跡の話を聞いておきたい。ブルネン家が邸宅を構える高台は島でも特に古い遺跡が集まる場所らしいし、ちょうどいい。トレッペの高台ね。文字のかすれた記念碑だの、枯れた大噴水だの、古ぼけたものばっかり集まってるよ。しかもなんとなくブルネン家のものって扱いになってんだよね。ふん、そんなお偉いさんの敷地を無断で調べたりしたら文句を言われるどころか島を追い出されかねんだろ。とりあえず許可とまではいかなくても、後でとぼけるための現地くらいは取っておかないとな。ふふん、子供にできないことがよくできますこと。さすが大人は違いますね。いい加減機嫌を直せ。飴でもやろうか？分かっててからかってるでしょ。まあいいわ。とにかくトレッペの高台に行こう。それで流れ者がわしらに一体何の用かな？ご老人はともかく、このモリッツ・ブルネンは村を取り仕切る仕事で忙しいのだがな。そうやっていちいち偉さアピールするんだからさ。
何か言ったか。いいえ、何でも。時間を取ってもらってありがとうございます。一応ボースを救った功績があるからな。多少の無理はまあ聞いてやらんでもない。では単刀直入にお尋ねしますが、この島近辺の大規模なクリント王国の遺跡をご存知ありませんか？確か遺跡調査が目的で滞在しとるのだったな。そんなもの島中にあふれとるではないか。それら日常的に触れる場所にあるものとは違う遺跡らしい遺跡も調査しようと考えておりまして。見せ物にでもするつもりか。あいにくと心当たりはないな。よそ者に村の周りを引っかき回されてはかなわん。竜の剣とて旅商人の行き来が原因かもしれんのじゃ。その発想は古い。金と物を流通させる旅商人は今や村の生活を支えるのに不可欠な存在ですぞ。そんな不埒な考えを持っておるから村に災いが降りかかるのじゃ。まあ喧嘩は良くない。私はただ遺跡についての詳しい情報が村にないか聞きたいだけなのです。古城については竜を威風する以外の伝承はないようですし、禁足地となっている街道の西側も。まさか悪魔の野にまで踏み入るつもりか。悪魔の呪いを島に呼び込む気か。この罰当たりめ。まあまあ、しかしその土地に伝わる禁忌をよそ者が安易に破ろうとするのは感心せんな。申し訳ない、配慮不足でした。では島内のこのトレッペの高台付近だけでも調査の許可をいただけませんか。なっ。ここは現在ブルネン家の邸宅がある場所なので、まずあなたに話を通しておこうかと。ふざけるな、この流れ者め。私がおとなしく聞いていれば調子に乗りよって。モリッツさん、とっとと帰れ。島での好き勝手は私が絶対に許さんから、そう思え。わかりました。調査については諦めましょう。それでは失礼いたします。え、な、何、どういう。いいから帰るぞライザー。とりあえず島の船着き場のリラと合流しよう。少し話があるんだが。Dog, it's not that deep, dude. He got so pissed off for no reason. All right, let's head to the port again. A lot of back and forth today, hopefully.そんなに怒るなんて一体どういうことなんだろう。どうせ調べられたら困る後ろ暗いところでもあんだろ。秘密の金庫でも隠してんじゃねえの。アンペルさんは調査を諦めちゃったんですか。門は絶対に探し出さなきゃいけないんじゃ。フィルフサが出たのは島の外だからな。今のところ無理してドレッペの高台を調べる必要はない。ならまだいいけどよ。ああ、なんかすっきりしねえな。島の外の遺跡は僕らも全然知らないから、探索の役に立てないのが歯がゆいね。なに、すぐ自分の足で探し出してみせるさ。それまで腕を磨いて。どうしたの。いや、あそこリラさんとどっかの子供かな。珍しい取り合わせだね。
リラさん。ああ、お前たち、も、でっかいの。は？でっかいのが水の中にいたの。浮かんですぐ消えちゃった。でっかいのが水の中に？リラさん、それってもしかして？詳しく聞いてみたが、特徴が合致した。外界の魔物、それもかなりの大型だ。本当に入り込んでたんだ。急いで漁師さんたちに伝えないと。もう伝えたが、子供の言うこと見間違いだと誰も聞く耳を持たなかった。またかよ、畜生。なんでどいつもこいつも。おそらく湖の魚を食い尽くして水面近くまで浮上したのだろう。陸に上がるって、陸の上も歩けるの？そんな魔物一体どうすれば。村の人間が外界の魔物の存在を信じない以上、ライザ、お前、私を？Okay. You know what? Screw it. Let's head back to the Atelier. Let's rest. We need rest anyway. We've been moving. Moving. Anyway.ここに書いてあるものを調合してほしいんだ。今のお前なら、だいたい作り方も察しがつくだろう。この成分は香水、というか香料？多分できると思う。そう軽く言えるお前が、同じ錬金術師として羨ましいよ。アンペルさん、その腕治らないの？腕の神経がズタズタになっていてな。今の医学じゃまず完治は無理だろう。錬金術ならどう？お前が超高度な錬金術を扱えるようになれば、可能性はないでもない程度かな。どう、こんな話をしたこと、リラには黙っていてくれよ。未練がましい男だと怒られてしまう。頑張るよ。まずはこの香料、そしていつかは。All right, learned how to make aroma components, monster attractor. Okay, yep. So this is gonna be for, I guess, that monster. Create monster attractor with a quality of at least 60 and give it to Impel. Alright, let's find it. And we're getting pretty close to, I think we're kinda in the midpoint of the game. So we're getting close to, near the end here, which is good, because, like I said, we've been overleveled for most of it, and I want to try to stay with to at least... I definitely am going to do a lot of grinding before, what is it? Before the end of the game. I want to try to at least get over level 50. Something like that. Okay. Anyway. Made a monster attractor. Now we'll give it to Impel. Easy. Look at that. Ampel-san, できたよ。まずはこれから。まずは？こっちの話だ。気にするな。結局その香料、何に使うものなの？保険のようなものだ。まあ、ないよりはあった方がいい程度のな。保険？ところで、外界の魔物の件だが、まだあれ以降の目撃例はないようだ。奴の習性として、
陸に上がるときはまずは潜伏してから標的の隙をついていきなり襲いかかってくるらしい。今からでも警告した方が。でもやっぱり無駄なのかな。私たちのようなよそ者が危険を触れ回ってもかえって固くなりなる場合が多いし、難しいところだな。まあそのための保険だ。またそういう二人だけで分かったような会話を。あっ、Alright, Bowden District time. Bowden. So this is a heavy story episode, luckily, because last episode was very, very grindy, I know y'all know, and I had a lot of sped up segments, because I didn't think it was going to be that grindy, but anyway. Oh, Agate-nee-san, what happened? It's a difficult face. This is a story I'm also scared of. I'll put it in your ears.何の話？このところ漁師の集落や船着き場で妙な噂が流れている。噂？ああ、流れ物の錬金術師がよからぬことをしたせいで湖から魚がいなくなったという噂だ。流れ物の錬金術師ってアンペルさんのこと？誰がそんなデタラメを。アンペルさんがそんなことするわけが。私もそう思っているが、事実として噂は流れていて、一部の漁師も信じてしまっている。なんで？実際に錬金術師殿と身近に接し、その人となりを知っている人間はそう多くない。そういうよく知らないよそ者がうろついている時に自分たちに災難が降りかかった。そうなると人間というのは安直に双方を結びつけて考えてしまうものなんだ。そんな。あの二人がこの辺りの水辺をうろついていることは私の耳にも入っている。それで漁師たちも。あれは外界の魔物が湖に入ってきたから見回ってくれてるんだよ。それも錬金術師が吹き込んだ嘘と言われているな。私、他の場所も調べてくる。ライザ、むやみに動き回るな。と言っても無駄か。Dang, bro, everything is falling apart. It's actually crazy.Let's talk to this dude first and see if I can buy anything. Buy! There's some special merchandise! Fairy cloak. Dude, we have so much money. Do y'all see that in the corner? Y'all see that? Scholar coat. Ah, not enough money. Frick. Okay, bubble grass, lantern fly, each.これでいいか、取引。Alright, let's check out these armor pieces that we just got. I'm hoping it's better. High attacker. That's really good. High attacker again. That'll bring her defense down? God, that's so good right there. Let's see how it does for Lent. Hold up.High supporter, that brings her support roll down. This brings her support roll up, and only her support. Let's see how that does on Lent. Lent's got something stacked, bro. I don't know what it is. This makes her a novice. That's what I'm scared of, though. I don't. But it's so good. You know what? Screw it. We're gonna put it on, because even though she's a novice.At least she's attacker defender level 5. And she's at least safer that way, I guess. If you put it like that. And of course, Claudia has just got that high supporter.
High defender and a novice. I'm so sorry. Alright. So where are we heading? Oh, yeah, Rasen. The Rasen District. Let's go. Need to move. Liza, chotto. お母さん? 何? 今忙しいんだけど。 お前が付き合ってるアンペルだっけ? その錬金術師は大丈夫なのかい? 大丈夫って何が? なんだかみんなが噂してるよ。 竜を暴れさせてるとか魚を消してるとか。 お母さんまでそんな噂を? お前があちこちで歩いてることは知ってるけど、まさかそんなことに加担なんかしてないだろうね。お母さん、なんでアンペルさんが悪いことしてるって決めつけて話してんのよ。 そりゃ誰だって怪しく思うだろう。 わけのわからないまじないで物を作るような連中は。 だから錬金術は。 こんにちは、ミオさん。 ちょっとライザー借りますね。 あんたたち。 何すんのよ、いきなり。 お母さんはアンペルさんや錬金術のことを。噂話のせいでひどいこと言われたんでしょ。 あの噂、村中に広がってるみたいなの。 みんなのところでも。 俺も親父にぶん殴られたよ。 妙な流れ者と付き合って俺の顔を潰すな、だとさ。 笑わせるぜ。 潰れる顔があるほど真っ当な人間かよ。 タオやクラウディアも何か言われたりしたの? 僕の方は怪しい連中と付き合うようになったのは軽々しく地下職に入れたせいだったってさ。その場はごまかして逃げてきたけど、このままじゃ職に出入り禁止になるかも。私はお父さんからアンペルさんが湖に毒を流したって噂が船着き場で流れてるって。ひどい。 お父さんはアンペルさんたちと付き合いがあるから信じてないけど、船を使う人は騒ぎ始めてるみたい。いきなり偶然こんなことになるわけがない。きっと何か理由じゃない。誰か。まさか。まあ、いくらあいつでもそこまでするわけ。とにかく僕らでもうちょっと調べてみよう。 Hey, bro, somebody framing this dog. Kirkenport. Hold on. Kirkenport? Where are we going? So, I got that. 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 I got アガテ姉さん、島中で。分かってる。その様子だといろいろ聞いたみたいだな。私も調べてみたが、どうもあの噂意図的に広められたようだ。漁師をはじめ村中を念入りにな。意図的に。それってもしかして。そのくせやり口がすぐバレるほどにずさんなのは。 まだまだあいつも子供ということか。あいつって。ああ、文字通りにあちこち駆け回って噂を広めていたのはランバーだ。じゃあやっぱりボスが。<笑>待った待った、落ち着いてレント。落ち着け、ふざけるな。 今度こそ本当に見損なったぞ、あの野郎。<笑>そりゃ僕だってみんな。もうただの喧嘩では済みそうにないが、ライザーどうする。
まずボスに会う。話はそれから。Dang, bro. This is crazy lore. Lore drop, bro. Okay, let's see. Trepe Hill. Again, we are. This is a heavy, heavy story episode. Moritz-san! Boss wa doko desu ka? Dare da? Uchi no niwa de sawagashiku shitoru no wa? Omae ra.悪道どもが揃って何の用だ。バレンツのお嬢さんもこんな連中と一緒にいるとよからぬ噂が流れますぞ。あんたらが噂を流すからな。何？えい、わけのわからんこと言いよって。あれ？お前たちもここでがなり立てる暇があったら流れ者にこの書面を届けてこい。これは村会への召喚状？村会って村の問題を話し合う集まりじゃ。そうとも、村の平穏を乱すよそ者の処分を決める。結果の通達にとどめず当人を呼んでやるのは私の慈悲だ。ふざけんな。何が慈悲だ。なんだ、このモリッツ・ブルネンに逆らうつもりか。待って、レント君。モリッツさんは何も知らないみたい。それに暴れたりしたら二人がもっと不利になるよ。そうだよ、ここは抑えて。悪道どもめ、とにかく召喚状は渡したぞ。流れ者はどこにいるかもわからんから困ったものだ。モリッツさん、まだ答えてもらってません。答え？何のことだ？ボスはどこにいるんです？さあな、私は知らん。知らんぞ。ボス、言いたいことがあるんなら私たちの前で自分の口で言ってみなさいよ。総会にはちゃんと出てきなさいよ。It's crazy ramping up. Returns to Atelier. Tell Impel. Alright, let's go back. All the way back, all the way back. Son Kai, eh? Akuin show Ataita to Motiva Itaga. Tsurushia yo Krau Hodo Tatuana. Shokan Jotoa, Zaven to Keski Batta Kododa. Soretomo Angai Kitchirista Sekakno Tokonanoka?権力を振りかざすのを楽しんでるだけさ。ごめん、二人とも。なんだか村全体で二人をいじめてるみたいになっちゃって。そうしょげるな。流れ者が立ち寄った場所で騒ぎの原因に仕立て上げられるのはよくあることだ。実際私たちも何度か経験している。ああ、本当に原因だったこともあるしな。ああ、そうなんだ。村会には本当に出るんですか？言いがかりだってことは明白なのに。もし逃げたらもっと立場が悪くなるんだから、出ないわけにはいかないだろう。でも公正な話し合いになんかなりっこないよ。今もここに隠れ住んでいるからそんなに変わりはしないが、まあ悪あがきはしてみるさ。門を発見し封印するまでは何としてもこの地にとどまる必要があるからな。そこまで門にこだわる理由って何だろう。この前はちゃんと教えてくれなかったけど。封印か。いつのことになるんだろう。まだ見つけてすらいないのに。私が村を離れるまでに見つけられるのかな。未来の話よりまず目先の損壊だな。頼むぞリラ、くれぐれも安全第一にな。分かっている。余計な念押しだ。何の話？こっちの話でもないか。
お前の作ってくれた保険の使い時が来たってことだ。ん？これより緊急の損壊を開会する。進行は我が息子ボースブルネンが務める。今度は逃げずに来たのね。俺は逃げたりなんかしない。大事な時は議題はこのところ村に頻発する災害と村に滞在する錬金術師との関連についてだ。竜の出現、奇妙な不良、どちらもこの錬金術師と連れの女が来てから起こっている。アンペルさんたちが災害の原因って決めつける理由はそれだけ？むちゃくちゃな言いがかりよ。こいつらは村や近隣の遺跡を探り歩いている。村人が触れてはならないと思うところにも無作法に。そうだ、奴らは我々が遺跡を尊ぶ気持ちなど気にも留めず平気で踏み荒らそうとしておる。流星の古城にも何か細工して村の守護獣である竜を怒らせたに違いない。お、確かに今まで暴れたことなどなかった竜が急に暴れ出すなど明らかにおかしい。フィルッサやモンのことが言えればいいのに。こやつは以前村の禁忌たる悪魔の野に踏み込もうとすらしておった。一体何を企んでおるのか。村の禁忌を平気で踏みにじろうとするよそ者、これだけでも追放に等しいが、錬金術という怪しいまじないだ。な、漁師に聞けば不良に陥る前ライザが作った蒔絵を湖に撒いたそうだが、ま、それはその通りだけど、ちゃんと効き目は。しばらくは効き目もあったそうだが、やがて小魚一匹取れなくなったのはみんなも知っての通りだ。あれは湖に外界の魔物が入ってきたからで、私の蒔絵とは関係ない。そんな絵空ごとを誰が信じる。怪しげな薬、いや毒を撒いたせいで魚が消えたと考えるのが自然だ。そのライザの毒はどうやって作られたのか、そこにいる流れ者が授けた錬金術によってだ。ボース、あんたまさか錬金術を悪役に。竜を狂わせた遺跡の細工、魚を消した毒の調合、どちらにもその錬金術師が絡んでいる。なるほど、全ての元凶は。私はここに流れ者2人の島からの追放、並びに村における錬金術の使用禁止を提案する。ボース、どうだライザ、これで全部元に。大変だモリッツさん。なんだ騒々しい、今まさに損壊の決議が出ようというところなのに。それどころじゃない、港に見たこともない巨大な魔物が現れたんだ。何？そんなバカな。ライザの言った通りだったな。竜騒ぎも私とは無関係だが、まあそれよりも今こそ錬金術を役立てる時だよな。ライザ行ってこい。わかった、任せて。Bro's eye was twitching. Where are we going? Adventurers rush to confirm it. I guess Kirkin port? I guess it's at the port. Yep, okay.来たな、ライザ。なんだか、
とんでもないことになっちゃってるよ。見て、あそこ。I'm sorry. Just, に突っ込んでくる気か。いや、浅瀬の方に思う。上陸しやすい場所を探してるのかも。追いかけよう。リラさん、こっちに魔物が向かってきてるよ。だろうな。あいつは間もなくここに上がってくる。そこの守り手、私と逃げ遅れた村人の有無を確認するぞ。それは確かに重要だが、ライザたちに魔物を押し付けるのか。押し付けるのではない。任せるんだ。やれるな、お前たち。ああ、竜退治だってできたんだ。今度もやってやる。なんとなく分かってたのに、なんでここまで流されちゃうかな。それってきっと仲間を見捨てておけないからだよ。ここで勝てばダメなこと全部ひっくり返せるはず。かっこよくは言えないけど、みんな力を貸して。Alright, let's do this. This thing's about to get wrecked, bro. Mega Mouth. Of course it's a Mega Mouth. Boom, hit him again. Okay, he didn't hit Lint that hard. I thought he was going to. But, looks like we're fine right now. Let's do the Ice Bomb. Boom. Tactics level up. Boom.See, oh yeah, he's this is gonna be easy, bro. He big dead, not even. Oh, that hurt, not gonna lie. He locked me down or something. What'd he do? Oh, look at that, almost dead, bro. Boom, he's stunned. Now we go in for the Eclipse Javelin.And we get those extra orders out on him. If he dies to my... Oh, he does. Look, easy. Easy. Man, we're goats. Ah! Dude, look at that XP. That's so not fair. Hey, stop acting like that was hard. It was not. どうだ?今度も倒せたぞ。なかなかのもんじゃないか?俺たち。やっぱり信じられないけど、勝った。見事だったぞお前たち。村人も早めに避難させておいたから怪我人はいない。どうも。早めに海海の魔物が本当に湖に入り込んでたこと、かなり乱暴な手段だけど、俺たちが一人前以上になったことも多分錬金術で倒したってこともアピールできれば損壊で有利になるんじゃないかな。損壊、うん、倒せた後だから言うけど、いいタイミングで襲ってきてくれたわね。ああ、いざおびき出したら予想より大きくてどうなることかと気をもんだが、取り越し苦労だったな。おびき出す?以前お前に作らせた保険だが、あれは海辺の地域で使われる魔物寄せの香料だ。いいタイミングにするためのな。なんだそりゃ。
だからアンペルさんは村会に呼び出された時も余裕だったんですね。僕らは最初からアンペルさんとリラさんの手のひらの上で踊ってたってこと？どの道、魔物は退治する必要があったし、守り手も引き離したからお前たちだけの手柄になった。避けえぬ事態を効率的に利用したということだ。結果、我々の立場は強化され、今後も動きやすくなる。大人って本当につるい。ライザ、その大人からの助言だが、仕上げはまだだ。アンペルト、お前自身の名誉を救ってこい。はい。ライザ・リンシュタウト、ただいま戻りました。おお、見事に彼ら4人で打ち果たしました。はい、錬金術を使ってです。おお、なんと見事じゃ、錬金術師。いや、さっきはわしも少し言い過ぎたかもしれん。私たちの言ってたこと分かってもらえましたか？外界の魔物はいたんです。錬金術で毒を作ったわけでもないし、竜にも細工なんかしてません。どうして私たちを貶める噂が突然広まったのか、そっちの方が村にとっての問題じゃないですか。何？どういうことじゃ？すでに私が調べています。ボースがランバーを使って彼らのよからぬ噂を流していたのです。モリッツ、ボース、それは本当か？なぜそのような嘘をついてまで損壊を開いた？ボース、答えて、なんでこんな損壊まで開いて私たちを？こんなことしなくても私たちに直接。それともやっぱり借り物の力がなきゃ何もできないの？違う、俺は。やっぱり逃げてんじゃない、ボスのバカ。ライザ、損壊はこれにて閉会とする。めでたしめでたしとはいかなかったか。End it。損壊で何かあったのか？全ての面で我々の有利になるよう動いたはずだが。損壊自体は上々の結果だったぞ。私に力がないのがいけないのかな。もっと錬金術師として周りに頼られる立場だったら、ボスも上から押さえつけようなんて思わなかったかも。うん、ならそうなれるよう努力することだな。これをやろう。前に渡したものよりさらに難しい調合が記されている。そうすりゃ文句を言うやつの正面に立てる程度には評判も信頼も得られるだろうよ。アンペルさん、ありがとう。頑張るよ。There we go. Champions Trials. Lightning Bell, Restoration Bell. Okay. I guess we'll have to check those out. And what does the game want us to do next? Create one of the following. Okay, so we'll have to create those in the next video. If you guys did like this video of Atelier, Rise of Ever Darkness, and the Secret Hideout, be sure to drop a like on the video, as it does help out a lot. Lets me know that you guys are enjoying the content that I am putting out, as well as let me know in the comments below what you thought of this more story heavy episode, or do you prefer the grindy episodes? Just let me know. And then
Also, hey, if you haven't already, subscribe, because then you won't miss a single video of Italia Rise, Ever Darkness, and Secret Hideout, or Red Dead Redemption 2, or anything else that I might be doing. But you don't have to if you don't want to. And with that being said, I'll see you all in the next one. Goodbye.